んにちは、すみちゃんのりみです。今回はですね、りみの全部持ってる筆箱紹介をしたいと思います。お願いします。はい、りみちゃんはね、しほちゃんに比べるとちょっと少ない。しーちゃんいっぱい持ってる。しーちゃんはいっぱい持って、でもまあ同じぐらいだよ。なんかでも筆箱じゃなさそうなものも紛れてるね。じゃあどれから紹介する？じゃあ1年生の入学したての頃に使ってたやつから紹介しようか。3年半使う。そうだね、なんだか途中で変えたりしてるんですけど、その変えた筆箱が一回落として割れて使えなくなっちゃって、また戻ったんだよね、それにね。見せてください、それ。ちょっと高級な、当時は高級メゾピアノっていうね、ところの、これ高かったよね、2,000〜3,000円。3,000円する筆箱なんです、これ。でもそのおかげでやっぱ丈夫で全然壊れはしなかったね、うん、汚れたけど。まだ使えるは使える。でもちょっと中がやばいの、ちょっと見せてください。うーわー、汚ねー。やば、何回見ても汚いね、これね。前動画に出したんですけど、洗剤で洗っても落ちなかったんだよね。そう、懐かしい。あ、めっちゃ汚いね、これ。ちょ、そこ名前ね。ここに名前書いてあった。そう、名前書いてあったから、マスキングテープ貼っておきました。裏はそうでもない？裏、裏はそうでもない。見てください。あ、裏は結構綺麗だね、うん、やっぱりあんまり使ってないだけあって。ここに蒸気とか入れて。そうだね、懐かしいね、この筆箱ね、うん、で、りみちゃんもちょっとね、今使っている最新の筆箱は学校に置いてきちゃってるので、今使ってるのはね、あの最近筆箱紹介したやつです。はい、あと黒板もあったね。黒板の形したやつ。はい、じゃあ次はどれかな。まあ右、じゃあこっちから順番に。これ、はい、これはなんだっけ、もらったんだよね、パパが。なんかどっかから、パパの会社の人。そうそう、なんかパパがもらってきて使うって言って、なんか下で使ってたよね。見てすごい。りみちゃんも、りみちゃんもあるある。中身めっちゃ入ってる、もしかして。入ってる。マイコリすごい入ってる。ちょっと見して、すごい入ってるんですよ、見てください、これ。やば、こんなに満タン。もういろんなもの。え、っていうかこれあれじゃん、ママ。なんか筆記用具というより、ん、ピンついてた。あ、ほんとだ、ピンついてた。はい、じゃあね、まあこれは今は使ってないけど。はい、はい、これは家で使ってた筆箱だね。筆箱という物入れ。物入れですね、はい。でも一応これは筆箱なんですよ。リミが物入れにしちゃってるというね。次、はい、次どれからいきますか。これはね、しーちゃんがこの前リミのために、あの閉店する雑貨屋さんでくれ、買ったやつ、プーさんね。そう、これもなんかもうちょっとしたら使うって言ってて、なんか音楽用の筆箱にしたらいいかもね。音楽でね、あの筆箱がちょっと必要なんでしょ、別に。それに使ったらなんかコンパクトで良さそうじゃない？うん、うん、ね、これプーさんカラーでりみちゃんが気に入ってます。はい、じゃあ次、これはもうね、100均だね。100均、ダイソーで売って、今も売ってんのかな。ダイソーで買った100円のね、プーさん筆箱。これ持ってる人ね、結構いるんじゃないかなと思いますけど。かわいいよね、うん、何も入ってない。そう、リミはね、結局あの学校には持って行ってないんですけど、はい、はい、お家で保管してます。はい、はい、じゃあ次、これもね、皆さんも見覚えがあるかなと思うんですけど、あ、この紐はね、リミちゃんがつけた。この毛糸好きだったね。好きだったね。これどうしたんですか、リミちゃん。これはですね、うん、しーちゃんからもらいました。そう、しーちゃんがね、リミちゃんに、くれた。そう、
ディズニーストアかなんかで買ったのかな、うん、ねえ、これめっちゃ可愛いよね、プーさんで可愛い、可愛いです。これ結構高級な筆箱、今なんか入ってんのかな。あ、そうなるの、すごい、縮むんだ、縮むよ、すごい、じゃん、クマちゃんのマーカー、これあれだね、文具女子博かなんかで買ったメモ帳っていうか何、メモ帳、メモ帳なのそれ、うん、すごいよね、懐かしい、なんか茶色い線ついてるあとなんかビヨーって出てんのは何、あ、これなんだっけ、フライングタイガーかなんかで買ったペンだよね、ペン壊れてるこれ、うん、そう、壊れてない、壊れてないよ、そうあれ出ないこれ、もう出ないんじゃない、かなり前だよねそれも買ったの、おお伸びるね、あ、伸ばすときにこれプイッてするそうなのはい、じゃあ次、これ筆箱なのビビにとっては筆箱なんだ、箱だよねこれね、これなんかさクレーンゲームで撮ったんだよね、フォークと、そう、じゃあちょっと中身を見ましょう、何これ、何が入ってんの、あ、なるほど、そういう感じで文房具が入ってるのね、なんか紙挟んで書けるやつ、そう、なるほど、プーさんの、おー、レターセット、あ、そんなとこに入ってるじゃん、かわいい、プーさんのレターセット、かわいい、次、のり、のり次、なんか変なやつ、なんだろう、テープだね、セロテープみたいな、めっちゃ太い、うん、次、光るやつ、光るペン、光るのそれ、光る、ほんとだ、映ってないね、でもちょっとここ明るいから分かりづらいけど、ここがほら光ってます、はい、はい、すごい、これペンダーときここくるんだ、おー、え、それどこで買った、え、百均、普通にわかんない、普通にわかんない、はい、次、あ、これはね、背中描くやつ、背中描くやつ、しーちゃん赤いの持ってたよね、で、リミが緑、そんなとこに次、フェルトペン、あー、それ学校で使ってるから名前が書いてあるね、うん、そう、これね、書き初めっていうか、なんていうの、硬質か、鉛筆は硬質、ペンもあんのか、うん、そっか、とりあえず学校で使ってるペンです、ペンがフェルトペン、そっか、それも今学校では使ってないの、もう習字になっちゃうんだから、あ、そうかそうか、もうこれから習字だね、うん、はい、あ、じゃあちょっとこれ見てください、なんかペンがこう刺さってんです、これが筆箱みたいなじゃあちゃんと筆箱しまってください、なんか机で宿題をしてるときは、なんか宿題とかなんかするときはこの箱をね使ってたよね、昔そういえば、これは筆箱代わりだったんですね、なんかお道具箱みたいな感じで確かにでもまあリミにとっては筆箱らしいですはーい、 OK でございます、はい、じゃあ最後、これはね、文具女子博かなんか行った時に買ったやつ、結構しっかりしてるやつです、いや、そう、これもなんかめっちゃいっぱいなんかわしゃわしゃ入ってるよね、買ったのがめっちゃある、うん、じゃあちょっといい、中がこんな感じでめっちゃ入ってます、ね、網もポケットもついてるし、これをね、それ使おうかな、うん、これ使いやすいかもしれないね、めちゃくちゃショックだったこれ、あ、そうそう、これちっちゃいペンとちっちゃいノートを買ったんだよね、うん、これも文具女子博で、そしたらなんか書けなかったんだよね、このボールペンね、ショックだったよね、残念、残念、飾りになっちゃったね、ちっちゃいのと、そう、これ可愛いよね、懐かしい、ノートはそりゃ書ける、ノートは大丈夫だよね、
な以上ですかね。以上です。はい。じゃあね、突拍子もないね、筆箱が登場しちゃいましたけどね。あと、昔懐かし超汚い筆箱。これね。これ、めっちゃ汚い筆箱です。はい。でもちゃんと取ってあるところが素晴らしい。だって思い出だもんね。次これ使う。ん？それにする？4年生。4年生これにする。うん。はい。はい。というわけで今回はですね、はい、リミが持っている全部の筆箱を紹介してみました。はい。それではバイバイ。グッバイ、シュー、ネクスタイム、シュー。おいしょ。